こんばんは。こんばんは。かわいい。キングありがとうございます。こんばんは。あ、ハート。ありがとうございます。そう、お昼ぶりに配信ということで。はい、今日は今始まったばっかりで9時から、この枠は9時から8時20時まで1時間やっていきたいと思います。こんにちは、こんばんはか、こんばんは。はい、ちょっと血色ないので、血色がじゃん。あ、すごい。わあ、ありがとうございます。ナラブさん、ありがとうございます。かわいい、大きい。ありがとうございます。こんばんは。はい。今日はね、私トゥワイスさんが好きなんですけど、そのトゥワイスさんのグッズで。開封したいものがあって用意したんですけどあー、かわいい花火、ありがとうございます、ありがとうございます。そう、開封したいのがあって、そのグッズでガチャガチャのねグッズがあるんですけど私何個か持ってて、じゃーん、何個か持ってて自分で探して回したりしてるんですけど、こんな感じで全種類集めたくて頑張ってるんですけど、その中で結構前に本当ありがたいことに、あのワーナーミュージックさんからガチャガチャをね大量にいただいてて本当に嬉しくて、そう、ありがとうございますっていう感じなんですけど、こんな感じで、もうなんかもったいなくて開けれなくて、逆にそう、もう早く開けてって感じなんですけど開けれなくて、あ、花火ありがとうございます。そう、開けれなくて、でもさすがにね、やっぱり開けないとなと思って飾りたいし、なので今日はこの配信で開けたいと思います開封動画です。お話ししながら開けたいと思います。そう、グッズ、そう、グッズ開封配信したいと思います。初です。かわいい花火、ありがとうございます。種類はね、いっぱいあります。もうなんか第何、なんか段階ごとなんて言うんだろう、第1弾、第2弾、第3弾みたいな感じでいっぱい種類があって、なのでもう本当に数えきれないくらいあります。でカプセルがめちゃくちゃあるんですけど、本当もう10個以上あるって感じなので開けていこうと思います。こんばんは、こんばんはですかね、こんばんは。あ、ハートありがとうございます、ありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です、お疲れ様です、こんばんはです。で、あと可愛くない、近くにあったんですけど結構前にユニバ行って、もうめちゃくちゃ前なんですけど、もう2月とかユニバ行って、その時に買ったカチューシャをかぶりたいと思いますなんかいつもと同じ顔なので、ちょっとこの可愛いカチューシャでもつけてテンション上げてキティちゃん気分で頑張りますじゃーん、可愛い、もうめちゃくちゃお気に入り、これなんか大丈夫かな、なんか
今ね後ろでまとめてるからちょっとなんか変かもしれない。ありがとうございます花火。そう可愛くない？なんか待ってもうちょっとちゃんと髪の毛やった方が良かったかな。はいはい、まあまあまあ可愛いので。そこのスパンコールが超可愛くてね。でも大阪なのでユニバが、関東住んでるとやっぱりなかなかねユニバ行けないので、まあ、ちょっと行きたいなっていう感じです。あ、嬉しい、物持ちがいいね。やった、あ、かわいい、流れ星ありがとうございます。そう、物持ちいいかな。確かになんかあんまり捨てれない派です、物を私めっちゃ飾っちゃう系の人です。また眉毛ないそう、眉毛はほんとないです。今日はあんまメイクしてなくて眉毛は描いてないです。もう前髪で隠してるんですけど、確かに眉毛ないように見えるあ、ハートありがとうございます。金魚もありがとうございます。そうなんですよ、可愛いよねこのカチューシャ。そう、他にも色いっぱいあって、黒とかもあったし、そういっぱいあったんですけど、あ、可愛い、降ってきたありがとうございます。そう、黒とか青とかあったかな、紫とかあって、でもやっぱキティちゃんは私の中でピンクとか、ピンクではないけど赤だけど、なんかビビッド系な色、はっきりした色だなと思ってピンクにしました。あ、花火ありがとうございます。そう、かわいいです。じゃあ早速開封します。あ、その前に8月4日かなに東京アイドルフェスティバルさん東京アイドルフェスティバルさんに出させていただいた時に、ぐんまちゃんに会ったんですよ。そう、ぐんまちゃんに会って、お写真もね一緒に撮ったんですけど、そのぐんまちゃんのグッズをねもらってみんなにお見せします。まずキーホルダー、あ、じゃあぐんまちゃん の名刺があるみたいで、じゃーん、可愛くない？ぐんまちゃん初めて会いました。そう、群馬のマスコットキャラクターぐんまちゃんに会いました。可愛い可愛いです。はい、名刺でした。とあとね、キーホルダーももらっちゃって、じゃーん、2個もらいましたありがとうございます。そう、こういうのも私袋から出せないタイプの人で、しまってます袋にもらった時のままです。可愛いよね、可愛くない？ぐんまちゃん可愛いです以上、紹介でした。こんばんは。そう、よし、開封しよう。いろんな種類があるからか、いろんな大きさのカプセルがあって、ちょっとランダムに開けていこうと思います開けてきます。あ、流れ星ありがとうございます。かわいいハートありがとうございます。スーちゃんもカチューシャ効果でキャラクターみたい本当、うわ、なんかスプラッシュマウンテン、スプラッシュマウンテンありがとうございます。そう、もう本当にこのカチューシャつけるだけで超可愛くなれるです。じゃあ開封します。あー、可愛い、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。うん、ハートと金魚さんありがとうございます。もう夏、めちゃくちゃ夏を感じれてる
なんかこの背景もねお祭り仕様になってるから今だけだよね多分。お、鈴鹿ちやっほーやっほー、かわいい。クリスタルっていうのかなこれ多分。かわいい、ありがとうございます。じゃあ開封します。まずはちっちゃいのにしようかな。じゃん、開けます。中が見えてるのでもうどのメンバーか分かってるんですけど、開けます。こんばんは、こんばんは。でも流れ作業でたくさんあるのでね、この配信で全部開けられるように頑張ります。かわいい、じゃーん、こんな感じでした。かわいい。で、そう、いっぱい種類があって、今回開けた種類が、多分これですね。こんな感じになってて、これをね、全部つなげることができるっていう、もう最高な感じ。板場につけたい。こんばんは、こんばんは。はじめまして、こんばんは。あ、ありがとうございます。あ、星も星ありがとうございます。それは誰、これはももさんです。 TWICE ももさん、ピンク。そう、メンバーでそのカラーが決まっててピンクはももさんです。でも多分あのワーナーミュージックさんがにいただいた時に多分全種類あの用意してくださったみたいで、多分コンプできると思います。ありがとうございます。よし、開けてこう。なんか傷つけちゃったらどうしようと思って、本当にこういうの開けれないタイプなんですけど、飾るだけならね多分大丈夫なので開けたいと思います。こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。あ、羨ましい限り。いや、もう本当に嬉しかった、いただけてありがとうございます。開けらんない開けらんない開けらんない。うん、星ありがとうございます。あれ、開けらんない、ハサミ持ってないんですよね。開けらんないえ、開けらんない開けられない。あ、ハートありがとうございます。え、買った、開けらんない、どうしよう。まあ、いっか、これこういや、でも開けたいな、やっぱり。頑張ります、開けます。なんかもう8月の 28? 今日8なんですけど、もう早すぎて終わるのが、なんか8月めちゃくちゃあっという間な気がするんですけど、私だけですか。だってもう東京アイドルフェスティバルに出演させていただいてからもう1ヶ月が経とうとしてるっていう早い。え、開かない。え、そう、爪、私爪長いのでよくねこの爪で頑張ってあの開けようとしてるんですけど、開けられないっていう。相当頑丈ですね。頑張りますこんばんは、こんばんは。あ、ティフ良かったよね。ティフは本当にもうただただ楽しかったです、本当に。そう、ティフであのライブの告知だったり結構いろんな告知をしたし、あ、花火ありがとうございます。そうしたし、本当に新鮮でした。初めてだったので、あ、こんな感じかみたいな感じで楽しかったです。
開けれた開けれた、じゃじゃじゃーん、開けれた、かわいい。美容系 YouTuber みたいじゃないかわいいです。これを全メンバー集めていくと、どん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 こう一つのキーホルダーになるっていう、つなげていくと。なので開けてきます。かわいい。はい、完成。よかった、開けれました。お、やった成功じゃーん。でも開けるのに結構5分ぐらいかかったんですけど、まあ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 。お、こんばんは、こんばんは。はい、今はグッズ開封をしてます私の趣味なんですけど。はい、次はジョンヨンさん。そう、黄緑色はジョンヨンさんです。かわいい、本当にかわいい。あ、 YouTube もっと出てほしいね。でもいろいろまだ載せてないけど、撮影してるものもあるのでお楽しみ。なんかどういう系が見たいですか、 YouTube 企画とか。なんかちょっと前に企画会議っていうのをメンバーでして、その様子があの公式 YouTube にあの出てるんですけど、どういう系が見たいですかでもなんか踊った系、踊る系、カバー系見てみたいっていう声も聞いて、確かにカバー系なんかめっちゃゴリゴリにダンス踊る系もやってみたいなっていう、みんなでもありつつ、なんか企画とかで、それこそ私の夢はあのあのそうめん、流しそうめんをみんなでするっていうのが本当夢なんですけどできそう、できるかな。もうすぐ夏終わっちゃうので、あの夏終わる前にやりたいんですけど流しそうめんはしたいですね。お、ハートありがとうございます。ダンス動画、真剣なやつ。確かにそう、ダンス動画やってみたいなって思ってます。なんかアンレムの曲以外のあのカバーしてみたっていうのをやってみたいですやってみたい。じゃーん、かわいい。そう、一人一人ねお顔が違うんですよ。じゃん、かわいいですね。秋になっちゃう、本当にもう夏終わりっていうのが信じられなくて。まあ、でも私はあの冬が来るのが楽しみって感じでもう早く来てほしい。正直言うと夏も楽しかったけども、夏は満足したので、次は冬だね。開けます。そう、冬が来てほしいです。踊ってみたら鉄板、え、してみたい。なんかどういうカバー曲で踊るなら誰系見たいとかありますか。なんかアイドルさんというか、なんて言うんだろう、 J-POP、 日本のアイドルさんだったり、 K-POP、 韓国のアイドルさんあったり、なんかどういう系でも、めっちゃゴリゴリに踊るならロック系でも楽しそう。あ、いた、楽しそうだなっていう。あ、花火したい、めちゃくちゃ花火したい。確かにメンバーで花火したいかもメンバーで花火、秋にキャンプファイヤーで語るとか。うわ、いい、キャンプファイヤーいい。なんかみんなでね遊びに行きたいねって話してて、そう、あんまり遊びに行けてないので、ご飯とかはねたまに行くんですけど、そう、結構遊ぶっていうのはできてなくて、時間が合えば遊びたいなって思ってます。ディズニー行きたいねってずっと話してるメンバーとこんばんは、こんばんは。あ、ニュージーンズさん、あ、ルセラフィムさん、確かに確かに踊りたい。
みんなサビとかなら踊れそう。なんか TikTok とかでやっぱり流行ってるから踊れそう。ゆいちちゃんに教わりながらやりたいですね。あ、こんばんは。わかる、ディズニーランド行きたいね。もうディズニーランドいい。クリスマスのディズニーランドと夏のディズニーランド行ったことあって、あとそうハロウィンめちゃくちゃ行きたくて。そうなんですよ。なのでハロウィンの行きたいですね、ディズニー。ホンテッドマンションがハロウィン仕様になるんですよ、ナイトメアの。それがめちゃくちゃ行きたくて、もういつか行きたい、仮装して行きたいかな。あ、でもディズニー仮装禁止だったかな、大人は禁止みたいな。あ、でもハロウィンはいいのかな。したいですね。呆れました。かわいい。これはナヨンさんです。かわいい、お洋服も着てる、かわいいです。はい、よし、開けます。開けます。黒いカプセル。あ、花火ありがとうございます。あ、そう、ユニバのカチューシャ。確かにディズニーのカチューシャもあるんですけど、それもピンクだったかな、確か持ってるのが。ピンクのミッキーのものです。そう、これはね、ユニバですね、キティちゃん。本当にこのギラギラ感がもう年中無休使える。言わないね、うん、一年中使えるやつです。かわいい。あー、桜坂46さんのバリバリ曲のサビを踊るのもいいな。確かに踊りたい。バン好きなんですよね、曲。踊りたい。踊れるかな。そう、ゆいちちゃんダンス本当に上手。あ、こんばんは。カチューシャかわいい、キティちゃん。カチューシャもう超かわいいんです、本当に。飾ってますずっと。ユニバに行く機会がやっぱりあんまないので行きたいですね、また。あ、こんばんは、こんばんは。あ、三度目まして、三度目まして。アトラクション何が好き？ユニバだったら、うわー、迷う。ユニバだったら、うわー、迷うなー。ジュラシックパークも好きなんですよね、あの世界観好きなんですけど、結構乗り物が激しいのが好きで、うわー、どうなんだろう。あ、金魚ありがとうございます。そう、どう、なん、あ、でも進撃の巨人、期間限定でやってた進撃の巨人はもうびっくりしました。めちゃくちゃ楽しかったです。楽しかったですね。もう本当に VR のやつなんですけど、もうめちゃめちゃ楽しかった。それの進撃の巨人バージョンと鬼滅の刃のバージョンとドラえもんのバージョンは乗ったことあります。めちゃめちゃ楽しかったです。あ、かわいい、ハートありがとうございます。あ、あれが好き、なんだっけ、こうなるやつ、なんかこういう状態からこのこういう横になって落ちてくやつ、なんだっけ、うわー、なんだっけ、あ、フライングダイナソー、そう、フライングダイナソー、それがすっごく好きです。それは乗った時に結構ビビりました。でも本当に楽しかった。
ちっちゃい頃からの夢が空飛びたいっていうのが一番あってそうずっとあったから、それが叶った瞬間だった。本当にもう本当に最高。かな、が一番好き。でも世界観で言うとハリーポッターの乗り物ももうめちゃくちゃ好きでした。なんか非現実的なお話が好きで、それこそドラえもんがアニメの中で一番好きなんですけどもそうだし、ハリーポッターの魔法を使うっていうこの世界にはない感じがもうめちゃくちゃ良かったです。こんばんは。あ、確かにトゥワイスさんのダンス踊りたい。確かに新曲たくさん出てるので、踊りたい。こんばんは、こんばんは、はじめまして。こんばんは。お、はじめまして、初見です。はじめまして、アンリム鈴鹿です。こんばんは。こんにちは、はじめまして。ジュラシックの映画のブルーかわいいの。え、ブルー？なんだろう、ブルー？ブルー？ブルー？恐竜？恐竜？え、ジュラシックパーク今休止中なの？あ、なんかニュースで見たかも、リニューアルするって。え、行きたい。めっちゃ濡れるよね、ジュラシックワールド。こんばんは、こんばんは、こんばんは。よし、開けれました。話してる間に結構開けれました。かわいい、ウィンクしてる。はい、私そう、トワイスさんも、トワイスさんみんな大好きなんですけど、その中でも推しがいまして、このついちゃん、ついちゃんついさんが一番好きです。そう、青なんですけどカラーが、うん、めちゃくちゃ可愛いです。はいはい、可愛い。うん、花火ありがとうございます。歌のすーちゃんめっちゃ可愛い、嬉しい、ありがとうございます。やった、こんばんは。よし、どんどん開けていこう。ついちゃんいつから好きやの？私が小学校6年生の頃から好きですもう本当に結構ガチワンスです。この間のライブも行きました、日産スタジアムに、アリーナ席で見ました本当にもう幸せだった。でもソロが出るので楽しみです。開けられない、開けられない。ジュラシックワールド乗ったことあるけど、めちゃくちゃ濡れる。そう、めちゃくちゃ濡れるだから夏行ったことがあって、1回6月とかに行ったことがあって、結構暑かったんですけど、めちゃめちゃ濡れて最高でした濡れる系好き。それこそディズニーランドにあるスプラッシュマウンテンも大好き。濡れる系が好き。でもディズニーランドで一番好きな乗り物は星のやつです。なんだっけ、星、スペースワールドが、スペースワールド、スペースなんだっけ、スペースワールドじゃない、ちょっと待って、なんだっけ、スペースマウンテンジュラシックワールド、迷った、スペースマウンテンでした。です。あ、かわいいです、フォローしました、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。 K-POP が好きなのかな。 K-POP 好きですね、聞きます。でも一番好きなのが
TWICE さんです。あ、鈴鹿さん下の名前なんていうの？下の名前鈴鹿です。あ、かわいい、クリスタル、ありがとうございます。下の名前は鈴鹿です。です。あ、かわいい星、ありがとうございます。あ、そう、スペース、そう、スペースもそう、休止中でもリニューアルするみたいで超楽しみ。リニューアル前にね、あの4月にディズニー行ってお友達と乗ってきたので、ちょっと寂しいけどね、寂しいけど、でもリニューアル後のスペースマウンテンに期待してます。はじめまして、こんばんは、こんばんは。花火パーありがとうございます。そう、スペースマウンテンね。でも私 C で言うと、スランドはスペースマウンテンが一番好きで、 C は、うわー迷う、うわー迷う、私絶叫系はもう行ける人なのでどんなものも乗れるんですけど、結構世界観が好きなの選びがちで、結構ソアリンも好きなんですけど、ソアリンも好きなんですけど、タワーブテラーかな。タワーブテラーが好きかな。いやでもインディ・ジョーンズも好きです。あの世界観も好き。でも乗り物だけで言うと、あの一番 C が好きです。乗り物だけを見たら、あ、流れ星ありがとうございます。そう、乗り物だけ見たら C が好きなんですけど、あのランドと C どっちが好きって聞かれたらランドって答えてて、あの世界観が好き、本当にあのテーマパーク来たっていう一番ディズニーを感じられる感じが好き。あ、金魚ありがとうございます。そうかな。です。じゃん、開けれました。こちらはジヒョさんです。かわいい、順調に集まってきてます。でももう気づけば7時34分っていう、もう本当に本当に早すぎる。よし、開けます。そう、ディズニー行きたくなってきた。行きたいね、ディズニー。あ、佐藤鈴鹿ちゃんです。そうです、ありがとうございます。そうです、佐藤鈴鹿です。なんかアンレム始まってから、あの活動して言ってる時にその下の名前は言うんですけど、そう、アンレム鈴鹿で活動してて、なので佐藤っていうその名字を使わなくなったのでちょっと新鮮。でも全然あの秘密にしてるわけじゃなくて、活動名が鈴鹿です。こんばんは。ゆうちちゃんと踊ってる TikTok 可愛かった。そうですね、 TikTok 吹き飛ばされましたね。最後ちょっと気になる方はアンレーム公式 TikTok で見てみてください。あ、 X でこの配信シェアしました。みんなシェアしてくれるといいな。お、ありがとうございます。私もシェアしよう、自分のあれでシェアしたいと思います。いけ。鈴鹿なんだ、失礼しました。いえいえ、全然全然大丈夫です。ありがとうございます。じゃん、またまた、多分あれですね、私がついさん好きって言っているからか、なんか2つ入れてくれてました。
ありがとうございます。あ、はじめまして、はじめまして、アンデム鈴鹿です。こんばんは、はじめまして。佐藤って名前知らない人多いよね。多分ほとんど知らない気がする。多分オーディションをアウトオブ48見てくれてた方は多分佐藤鈴鹿って、オーディション中は佐藤鈴鹿ってやってたから、あの多分知ってるか、まあ、いや分かんないけど知ってるかなって感じなんですけど、アンレームになってからもう鈴鹿でやってたのでっていうこんばんは。あ、ありがとうございます。花火とキラ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 ありがとうございます。はい、じゃあ次のカプセル、ちょっとねちっちゃい方がちょっともうなくなっちゃったので、じゃん、大きい方にします。結構大きい、さっきのがこんぐらいだったんですけど、じゃん、こんな感じ倍。嬉しい、笑顔が可愛いよね。ありがとうございます。ペンライトはピンク、イエス、ピンクです、大好きなピンク、ピンク本当に好き。あ、キラキラ、ありがとうございます。あ、水分補給めちゃめちゃしてますよ水分補給めちゃくちゃやってます。あ、確かにおやつ食べながらも見たいな。確かになんか食べていいのかなと思って全然食べないで配信してました。あ、そう、鈴鹿、そう、鈴鹿のそう漢字がね珍しいんですよ。そう、え、嬉しい、漢字知ってくれてる方結構少ない気がするそう、涼しいに風って書いて鈴鹿って読みます。あんまり同じ名前の方に会ったことない。いるかな、涼しいに風で鈴鹿って書く方。だいたいね、多分あの多いのがあの鈴、リンリンってなる鈴に花とかが多いかな。こんばんは、こんばんは、こんばんは。もぐもぐ鈴かいやでも9月25日にあのモデルさんとして出させていただくので、ちょっと気をつけないとなって思ってます、体型は無心に開ける鈴鹿氏ようやく開きそうです。なんかね、周りにテープがあって難しかった、開けるのが。多分アート部見てない人は知らないよね、多分ね、多分知らないでも全然 NG ワードじゃないので全然大丈夫でーす。開けらんない、結構硬いね、結構硬い。うん、ハートありがとうございます。開けらんないなんで、めちゃくちゃ硬いかもこれ。開けられた、かわいい。今回開けたのはちょっとさっきと違うタイプですね。さっきは結構ミニって感じだったんですけど、めちゃくちゃかわいい。チェヨンさんです、赤色かわいい。こんばんは、こんばんは。あ、女優とモデルどっちもやってるの。私はあのアンレームの鈴鹿でアーティスト活動してて、主な活動はアーティストなんですけど、あの今回たまたまその
イベントにあのモデルさんとしてもあの出させていただくっていう感じです。なんでアーティストです。アンレームっていうグループで活動してます。ぜひ9月2日にあの新曲キラキラチューンが出るのでぜひ見てください。あ、キラキラありがとうございます。ハートもありがとうございます。日焼けは大丈夫？一応日焼けは腕だけちょっと焼けちゃったなって感じです、この夏。まあでもあの顔とか足は基本足はズボン履いてて、あのズボン履いてるし顔も帽子かぶってるので大丈夫ですかな。こんばんは、こんばんは。アイドルというよりアーティストなのかな、多分アーティスト枠に入るかなって私は思ってるんですけど、でもどうなんだろう、アーティストって言われてます。でもアイドルさんのイベントとかにも出させていただいてるので、アイドル兼アーティストなのかなとも思ってます。秋に生まれたみたいな名前だけど誕生日、そう誕生日6月26、めちゃめちゃ夏、夏っていうのかな、春、夏か春。あきれました、かわいい、かわいい。はじめまして。あ、花火ありがとうございます。はじめまして、こんにちは、こんばんは。こんばんは。あ、クリスタル、クリスタルかわかんないけど星ありがとうございます。ダイヤモンド、あ嬉しい、肌綺麗だから好き。肌綺麗かな、綺麗。でもニキビはねできにくい体質かも、体質かわかんないけどできにくいです。そうできにくい。あ、花火パちょっと効果音がわからない、花火のパーンみたいな、あヒューパーンか。パーンありがとうございます。そうなんだよね、曲はアーティスト感が強い、そう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 なんですよ。あ、メンバー全員歌もダンスも素敵、ありがとうございます。2個目、新曲は、あそうだね、確かに新曲アイドル寄りだと思います、どちらかというと多分。結構アーシャとかも含めアイドル寄りかなって思います、どちらかというと。あ、今日カラオケでアンレムの曲歌ってきた、嬉しい、ありがとうございます。カラオケ行きたい、最近行けてないんですけど、でもカラオケで自分の曲歌ったことないかも。あのなんていうの、その事務所にあるカラオケボックスで歌ったことはあるんですけど、練習として歌ったことはあったんですけど、あのプライベートでカラオケ行った時に歌ったことない。あ、花火ありがとうございます。歌ったことないですね。歌ってみる。あ、星だ、ありがとうございます。こんばんは、はじめまして、はじめまして、こんばんは。壁より白いよ、絶対それはない、それはめちゃくちゃ白い、嬉しい。アーシャかわいいもん、そうアーシャは本当にみんなかわいいです、自分で言うのもあれなんですけど本当にかわいいです。なのでぜひ
MV 本当に早く見たい。私も見てないのでね。お、チラチラ、わ、星ありがとうございます。わ、金魚ちゃん金魚ちゃんありがとうございます。アイドル、あ、アーティストでいいのか、 TGC で歌ってたからモデルでもいいの。どうなの、モデルさん、まあ、でもいつかモデルさんもにもなれたらいいなって思ってますアドさん華麗に歌いそう。歌いますよ、アドさんの曲歌いますし聴きます。身長今どのくらい、身長167センチです。まあ縮まない限り167かなっていう。あ、ファーストラブ歌ってほしい。確かにファーストラブ歌いたい。懐かしい、未だに思い出します。ファーストラブとか、あのオーディションの歌を聞くと、それこそボディ&ソウルとか、めちゃ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 思い出す。あ、こんばんは、はじめまして、こんばんは、こんばんは。私は最強オーディションで会った、会った、懐かしい、本当に懐かしい。アンレムで一番、あ、多分一番身長が高いと思います、多分でもうん、身長高い方かな。完成しました、みなさん、かわいい。ちょっと時間的にもう48分っていう、全然全部開けれてないんですけど、また21時45分からも配信1時間するので、そこでも開けれたらなって思います。そう、Adoさんの曲は本当に本当に難しいです。めちゃめちゃ難しい、本当。最初オーディションの歌唱は感激した。よかった。でもなんか自信ありましたなんか自信ありました、なんて、なんか受かったからとかじゃなくて、なんか、なんだろう、オーディション期間中は常にいけるっしょみたいな感じのマインドで頑張ってました。私バラードが結構得意なので、歌の中で、なのでその得意曲で勝負できたっていうのもあって。ゆいちちゃんよりも身長高いです多分でもゆいちちゃん大きくなってるからちょっと越されそうで結構心配。すーちゃんのファーストラブの恋に落ちてものとこ好き。嬉しい、サビですね。でもね、結構高いから結構音程間違ってないかとか結構心配しながら歌ってましたこんばんは、こんばんは。前向きなマインド大事よね。もう本当にポジティブ人間です私は本当にポジティブ人間です。こんばんは、はじめまして、こんばんは。ゆいちちゃん160センチ超えたの、嘘。わあ、やっぱ大きくなってる。ちょっと越されちゃいそう。あ、青い珊瑚礁歌ってほしい。あ、松田聖子さんのですか。じゃあちょっといつかいつか YouTube で歌ってみたしようかな。最後の1個開けたいんですけど、ちょっと開きれない。もう50分だ。ちょっともうちょっと頑張って、無理そうだったら壇上読みたいと思います。あ、星ありがとうございますね。ゆいちちゃんまだ成長期よ、本当にすくすく育ってます。開けれそう。
アンレームみんな歌もダンスも上手だからライブ本当に楽しい、嬉しい、ありがとうございます。あ、今日のあの夕方頃に告知されたと思うんですけど、あの11月9日に滋賀コレクションに、はい、出演させていただきます。初のね滋賀ってことで楽しみです。滋賀でもなんか何が有名か分かってないのでちょっと調べていきたいと思います。はい、滋賀コレクションに出させていただいています、います。あのチケットもあの今日からですね販売されているので、もしよかったらぜひお待ちしてます。はい、です。身長伸びるかな、伸びたい、170いきたい、あと3センチ。そう、滋賀初です、初滋賀。とりあえずサンゴ礁ってあれ。でも歌詞わかんないから覚えてきます。あ、鈴鹿かわいい、嬉しい、海外の方かな、 Thank you Thank you。 よし、じゃあ53分読もうかな。あ、滋賀コレクション申し込みしました。お、ありがとうございます、お待ちしてます。11月9日よし、結局ちょっと開けれそうになかったので先に男女を読みたいと思います。はい、じゃあ13位、ジョージさん、ありがとうございます。12位、ムアムアさん、ありがとうございます。11位、ガックンさん、ありがとうございます。10位、たくまさん、ありがとうございます。9位、よしあきさん、ありがとうございます。8位、たくさん、ありがとうございます。7位、レモンさん、ありがとうございます。6位、こじいさん、ありがとうございます。5位、トランソニックさん、ありがとうございます。4位、トニさん、ありがとうございます。3位、カトケンさん、ありがとうございます。2位、カナタさん、ありがとうございます。1位、ナーラブさん、ありがとうございます。はい、この枠も配信ありがとうございました。まずね、あの21時45分からも配信一枠残ってるのでぜひ来ていただけると嬉しいです。はい、ありがとうございます。かわいいクリスタルのタワーもありがとうございます、ありがとうございます。そう、注射本当にお気に入り、ずっとつけてた。あ、サンゴ礁じゃなくて琵琶湖。ちょっと本当にやだもん、やばい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 、本当にやばい、ちょっとやばすぎ。あ、琵琶湖でしたね、ありがとうございます。あの、ひらがなまでつけていただいて読み間違えました、完全にさっきの青いサンゴ礁に引っ張られてましたね。はず、めっちゃはずい、ありがとうございます、ありがとうございます。恥ずかしい、開けます、まだ55分かな、もうちょっとできる。あ、滋賀糸切り餅有名、聞いたことある、お餅、うわ、お餅食べたい、いいね、お餅、お餅買いたい、お土産も買おう。滋賀楽しみたいと思います。スーちゃんらしくて可愛い。いや、本当にもう突っ込まれる、よくこれだからって感じなんですけど、
はずすぎる本当に。琵琶湖じゃなくて珊瑚礁っていう、はず、本当に恥ずかしい、非常に恥ずかしいです。そう、開封、あ、開封できました。最後、私の推しついさん、ありがとうございます。あ、次回は21時45分から配信したいと思います。はい、21時45分から22時45分まで最後の枠よろしくお願いします。お餅最近食べてないわ。私も食べてない。食べたい、 お餅大好き。そう、メンバーからも結構突っ込まれる。どんどん間違えていきましょう。はず、いや本当に何も気にせず読んでた、恥ずかしい。まあ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 、間違えただけですからね。よし、あ、スクショタイム、確かにスクショタイムしようかな。スクショタイムします。可愛いカチューシャつけてるので。せっかく開封した推し、どうしよう。注射。はい、じゃあ終わりたいと思います。ありがとうございます。ぜひスクショ X とか、載せてください。はい、じゃあまた21時45分に会いましょう。ありがとうございました。